すごく大事です。例えばですね、どちら側からこの袖を通すのか、こういったのも4年前からですね、日本の統計で死亡者が年々増加していくっていう統計が発表されまして、でそれに伴ってですね、亡くなる方々の価値観というのが変わってきましてですね、でこの供養の仕方、葬儀の仕方、さまざまな価値観が変わってきたものですので、それに目をつけてですね、この供養埋葬サービスの展示会を作ろうというふうなことで、今年ようやく4年目になった形です。このバラにね、遺灰を詰めて宇宙に反骨すると、いずれは海にも落ちるし山にも落ちるし、でそういったことで考えました。空から の空撮を思い浮かべると思うんですけれども、この小さなドローンを使うことで、室内であるとか、お寺の建物に、もっと接近した、これまでに見たことないような映像が、撮影することができます。日本のお墓とか、それからお葬式もそうなんですけど、家というその家のお葬式、その家のお墓っていう家が単位だったんですね。ところがもう家族というものが、続かなくなれば、一人の人がどう生きてどう死んでいくかっていう個人に、光が当たってきて、今のシステムではお墓もお葬式も良くないって言って、いろんなこう新しいものが出始めたのが今です。